輝のみるみる元気が湧いてくる。はい、おはようございます。おはようございます。おはようございます。今ね、はい、はい、ちょっとインターバルの間にビリーさんとこのスタッフさん、はい、そうです、デイビスさんやったっけ、エルビスですあ、エルビスエルビスっていう名前も潜在ネームなんです。そうです、ね、あ、はい、エルビス、エルビス、エルビスプレスリーですね、エルビスですね。あ、言われてみるとエルビスっていう感じですよね。なんかなんとなくなんとなくでしょ、なんかこうおでこの光つや具合とかはい、かっこいいな。なんか紅茶を届けてくださって、ちょっと喉、はい、喉に、喉に神戸紅茶なんです、これ神戸紅茶、ちょっと飲みてください。ちょっと変わってくるでしょ、蜂蜜が入ってます。あ、甘、そう、美味しい、甘、蜂蜜入りなんですよ、砂糖入ってなくて、蜂蜜、蜂蜜、はい、それも喉に、なんか名前ついてるんですか、この紅茶に。蜂蜜紅茶、極上蜂蜜、極上蜂蜜紅茶、ただの蜂蜜紅茶じゃないんですね。極上なんですね。そうなんですよ。うまっ。美味しいですね。ありがとうございます。甘っ。甘い。そうなんです。そんなわけで、はい、今日のテーマは紅茶でございます。紅茶っていうようなところのテーマだけ決めて、これがどこに着地するかっていう。いやだけど紅茶を、はい、のお茶葉も日本茶の茶葉も、うん、ウーロン茶の茶葉も、うん、みんな茶葉は同じなんですよね。同じですね。プアラチも全部同じですね。みんなね、うんうん、でそこに何かしらのこのフレーバーが乗ってるとか、はい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 、例えばあの、あ、ほんまや、箱まで届いた極上蜂蜜茶なのにですよ、うん、なのに紅茶にはたまに砂糖入れる人おるのに、はい、日本茶に砂糖入れる人っていませんよね。いませんね。ね、あ、紅茶ミルクまで入れますもんね、うん、レモン絞ってみたり。これベースは何なんやろ、アールグレイとかそういう、何なんでしょうね。あれだからアールグレイも、うー、例えばオレンジペコも、うん、なんかあのダージリンも、あ、全部茶葉は同じなんですよね。葉っぱは同じですよね。ね、うん、イブ、イ、え、何が違うんですか。分からないですよ。だから乾燥のさせ方とかが違うか。オレンジペコとかは葉の刻み方が細かいとか。ほ、は、う、い。うん。で、ウーロン茶とかになってくるとなんか発酵させるんじゃないですか。発酵させるんですか。すか、うん、へえ。その作用で、はい、あの油が落ちるね。なんであの中華料理食べてこんなカニとかさ、なんかこう手でガリって取ったりとかしたらこう手ぬるぬるなってするやつ、はい、指先を洗うためのフィンガーボールってこう、はい、中華のちょっと上等の中華行くとあるから、あの街中にあるおっちゃんがやってるラーチャーセットみたいな店にはあんまりフィンガーボールとかついていけへんけど、ちょっと上等のとこね、うん、あれでも一発で指先綺麗になりますもんね。なりますよね。はいはい、だからあのか車のフロントガラスの油膜を取るのも、はい、ウーロン茶かけてチェチェチェとこすったらもう一発で綺麗になる。油っ気がみんなバッと取れるからね。あ、だからこうなんか黒ウーロンみたいな感じでカロリーをこう消化したりするっていうような効果が。だから体の中の胃だとか小腸だとかにあんまりこう、はい、油の残留物を残さないように。綺麗にこうなんか流し出すというか、うそういう意味合いでっていうのはなんか理にかなってんなと思いますよね。すごいな、いろいろ飲み方があるんですね。すごいですよ、こう視聴者の方、サブリユミさんから、おばあちゃんが麦茶に砂糖を入れてましたみたいなあ、でも砂糖にそれは聞いたことありますね。麦茶に砂糖、麦茶に砂糖を入れる、うん、なんか聞いたことありますわ。へえ、それは何、こう1970年代のブームやったとかそういうわけではなく、もっと前違う、もっと前、もっと前違う。はあ、麦茶に砂糖入れたことないな、僕もないですけどね、うん、あ、うん、けどこう台湾とか行ったら
緑茶とかウーロン茶とか売っとって缶ジュースで、もうねもう全てがド甘いんですよ。ですよね、もう全てがド甘いんですよ。ほんまにこんなんばっか飲んでたらほんま糖尿病になるでみんなっていうぐらい、だからもう中国はどうか知らんけど台湾はもう行ったらねもう必ず無糖って書いてあるかノンシュガーって書いてあるやつを買わないと、うわー甘ーみたいなね、もう何でもそうやね、砂糖入ってましたね、めっちゃ甘いっすよね、甘っ、うん、ちゃ甘かったっすよ。昔やっぱり砂糖が高級品やったから、うん、それがある程度手軽にこの手に入るようになった時にこう何でもこう砂糖を入れたかったん違うの、うん、甘かったらうまいとか、うん、甘かったら高級みたいな、とりあえず入れとけばっていうような感覚イメージですかね、うん、それはあるんじゃないかな。しかし台湾のあの缶のお茶とかは甘いですよね。甘い。何そのま、お茶に砂糖が、入ってるので僕はびっくりしましたけど、うん、もう一個これに砂糖を入れるっていうのでびっくりしたものがあって、マヨネーズに砂糖入っとったでしょ。覚えてないですか社長。え、そうなの、マヨネーズに砂糖入っとった、入っとったんですよ。え、あ、最初からマヨネーズの中には砂糖が入ってんのってこと。そう、ちょっと分かんないですけど、どういうことだ、提供されたマヨネーズですよね。はいどうぞっつって、これかけて食べてくださいねっつって、マヨネーズ提供されて、提供どこでされんねん、その彦将軍のところの接待とかでマヨネーズを渡されたんですよ。ああ、これにつけて食べてっていう、そのマヨネーズが甘かったってこと、うん、甘かったんですよ。あ、それは台湾やから入れてになっちゃうの。もうびっくりしてですね、え、マヨネーズに砂糖入れるのとか思って、なんかあのキューピーとか味の素のあのマヨネーズに実は最初から砂糖が入ってるっていう話なんかと思った。いやけどあるかもしれんすよ、入ってるのかな、はい、台湾に詳しい方いたら情報ください。僕がなんか嘘ついてるみたいに思われてます。あの台湾 の、 あの、はい、コーラみたいなやつはめちゃくちゃ甘いですよね。コーラが甘い、めちゃくちゃ甘い。コカ・コーラでもなくてペコシでもなくて、台湾のなんとかっていうこのジョーさんにもらったんですよ。はい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 、もう甘いどころかこれ砂糖やないかっていうあるよな、うん、あとなんかこの砂糖つながりからですね、こうトマトに砂糖かけたり、あ、うん、そういう人はおる、グレープフルーツに砂糖かけたり、あ、おる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 、いますよね。ちなみに僕スイカに塩絶対反対派なんですけど、どうですか。絶対反対ではないけど、僕は何もつけないんですけどね。軽く僕は塩を振るね。振るんすか、味塩振る、塩振る、あ、塩ちょっとかけられた方が甘みが増す、増すね、あれ、もうあれがもう信じられへん。え、スイカに砂糖かけるの。いや、スイカはスイカです。スイカのままな、まんまです、まんまです、うん、塩もかけるし砂糖もかける。日本人ってそれ多いよね。なんかあの前菜食べたら塩昆布ついてたりとか。あれはそうですね、うん、あれ甘みを増すためでしょ。あ、そうですよね。うーん、確かにこうあんこの中にもパパッと塩入れたりしますもんね、甘み増すためにっていうことで。あ、ほら、ありがとうございます。トモコ小田さん、普通のマヨネーズに砂糖やブドウ糖入ってますね。そうなんや。うーん、酢と卵黄と砂糖入れるの。マヨネーズってそもそも酢と卵黄と油なんだけですよ、うん、なのに何ヶ月も冷蔵庫の中で腐らないっていうのが不思議ですよね。だって卵黄入ってるんですよ。そうですよ、うん、ものすごい長持ちしますもん ね、 ね、いや確かに長持ちはしますね。あ、ずっといてますからね。あの、何でもあのケチャップつける人いませんでした。あの、あ、ポテトチップスとかカルビーのカッパエビせんであるとかあんなに、こうつけてお酒飲む時、そんな先輩いましたよ。そのまま食べる。ちょっとなんかアメリカで大きなった人とかちゃんとアメリカの人とかも、まあ、ヨーロッパの人とかもケチャップの消費量が日本人が1年で使うケチャップの量の30倍も40倍も使うんですね、あれね。そうですね、あっちは、うん、ケチャップです。ケチャップ、ケチャップ。ほー、だってあんななんかハンバーガーとかでもこうホットドッグとかでもかけるやん。かけます、かけますよ、うん、だケチャップのめっちゃでっかいのが家にあってみたいなね。そうそうそう、あのケチャップも3、4、5種類あるんやで。
あの薄いやつからドロドロの濃いやつまで。へえ、うん、ケチャップはもうご飯食べる時のもう絶対必需品っていうぐらいかなりウエイト高いみたいですよね、はあ、うん、海外の方は、うん、日本でいう醤油みたいなもんじゃん。 なければ生きていけないというか、なければ夕ご飯が成立しないみたいな、うん、そんな立ち位置なんですか。そう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 、醤油以上かもしれんな。うん、いや、そう言われるとなんかめっちゃしっくりきました今の話が。例え話、例え話、例え話。まあ感覚を言語化したのこの前の松山の時に思い立った一フレーズですね。いやー、いい例え話ですね、それ。なるほどな、確かに醤油ないと成立せえへん。醤油なかったらだってね、刺身がまず食えへん。刺身ないですよね。卵かけご飯も成立せえへん。せえへん、せえへん。まあ、めんつゆでちょっとごまかせたりってあるかもしれんけど、めんつゆもほやけど、あれだって醤油でしょ。醤油入ってますよね。ああ、ですよね、うん、だし入れて醤油入れてうまいことしてやるみたいな感じですからね。伊勢うどんも成立せえへんですよまあせえへんかなそんな入れ出したら気になる人もだって醤油なかったら日本のあのソース作りませんもんね。あ、ソースも醤油からできとるんですか。うどんで実にあれ大豆から来て最後の製法に何かちょっと変わるだけで、うん、あ、さっきのお茶みたいな話にまた戻ってくるんですか。茶葉は一緒やけどもウーロン茶になるのか紅茶になるのかみたいな症状がソースの方にも起こってる。あるあるある。なるほど昔あのキッコーマンかなんかの工場見学に行った時に、はい、ここから2つに分かれるんですって言った。僕も子供の頃覚えてるもん。こっち行ったら左行ったら醤油、右行ったらソースになる。でその行った記念に、はい、昔あってこう赤いキャップのやつが醤油で黒いキャップのやつがソースのやつを一瓶ずつこうセットで買いもらって帰れるという。へえ、なるほどな。吹田やったらどっかに昔工場ありましたよね、なんかね。あの辺の僕一旦覚えてますわ。なんかキッコーマンのお醤油屋さんがなんか幕末の頃やったかなんかの時のジン見たね。あ、そうやったっけ。あ、ジーンや。ジーンで作ったんや。あ、ジーンや。うん、ジーンや。あれで見たんや。そうや、そうそう。ペニシリン作った。そう、ペニシリン作るためのね、こう資金を、はい、こう出してくれたんが、その、まあ、ペニシリンってのは要するに抗生物質でさ、はいはい、要は200年前のコレラがね、うん、世の中に蔓延した時に、もう今のね、新型コロナみたいなレベルじゃないでしょう、うん、はい、みんなのビビり方が。でもすぐ発症してさ、ゲーゲー戻して高熱でバタバタ人が死んでいってみたいな、あの時にその抗生物質っていうものをね、うん、こう作り、今でいうワクチンや薬特効薬を作る、もうそれのためにね、もう昔の蘭学っつってオランダから伝わった西洋医学みたいなものから、その薬を作り出すためにはもう莫大なお金がかかってくるって言った時に、キッコーマンの社長が君の熱意に俺は金を出してあげるっていう、そこからねペニシリンっていうものができたという、まあ、それはもうそのジンという物語の中の話なんで実際どうか、でも実際そうなんでしょうね。そう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 、実際もそうなんですね、うん、へえ。そう思うとね、今日始まる前にビリーさんからもらったなんかコロナのいい話、いいニュースね。そうですね、はい、特効薬みたいな。特効薬っていうか、長崎大学がもう緊急発表してテレビまで放映されたらしいんやけど、一回あるアミノ酸がすごく効力があるという。へえ、うん、その情報を僕に転送してくれたけれど、コロナ感染を防げる情報が入りました。ニュースでも流れたとか、奇跡が起きました、さすが発酵の国日本ですって、うん、ワクチンが不要になるかも、いらなくなるかもってことだよね、うん、新型コロナウイルス 100% 防御に成功、長崎大学発表、中央のマスコミはあまり報道しない、長崎大学新型コロナウイルスの増殖を阻害する物質を確認、長崎大学はサプリメントとして市販されているある物質が新型コロナウイルスの増殖を 100% 阻害するとの研究結果を発表しました、うん、2月8日夜国際誌に、掲載された論文です、タイトルは5アミノレブリン酸
が新型コロナウイルス感染を阻害するというようなものをね、見つけて開発して、もうサプリ状態で人間がそれを摂取することができるようなものですよね。で、もともとアミノ酸なんで、効く効かないはまあちょっと置いといたとしても、最終おしっこで流れて出ていく非常に安全なものだよという、そういうことなんですよね。いや、日本が何も作れないとは思えないですよね。作っていたいんですよ、本当に。うん、昨日、おとついも僕あるドクターとちょっと話してたら、やっぱね、日本の医学はね、こんなもんじゃないんだよっていうね。言ってましたね。だその話がこれやったんかもしれんな。あの先生はっきりおっしゃらへんかったけど、もう年内にはほぼあのみんなにこう行き渡るぐらいすごいものを日本は作り出すよっていうことがもう私らはもう耳に入ってきてるよっつってね、あんまり具体的なことまで踏み込んではお話しされんかったんやけど、あ、そう、やっぱそうなんやなと思って、ね、だって日本の製薬会社がワクチンに手出せんっていうのは絶対なんか意味があると思ってますよね。そうですよね。これこそね、こう発酵の文化ですし、ね、なんか希望の光ですよね。本当にいい意味でね。うん、いや、俺紅茶の話からいい話に転換してきましたよ、ね。すごい展開力。展開力。ワクチン今のがもう予約を取るのに、もうなんかもう高齢者の皆さん。お騒ぎですね。お騒ぎですね。やっぱりまあ自分がちょっと病気持ってるとかってなってきたらやっぱり早打ちたいって思う、怖いんでしょうね、やっぱりね。あ、怖いとは思いますね。そんな風な風潮ばっかりじゃないですか、はい、早打たんといかんでとか。でもコロナ打ってなかったら外出たらいけませんでみたいなこと言われてますしね。ウイルスね。あ、ウイルスワクチンね。ワクチン。でもうちの嫁はん、はい、ある年ね、一人だけインフルエンザの予防接種私ちょっと打ってこなあかんみたいで打ってくるわって言って、なんかワクチン打ったらその年嫁はんだけインフルエンザになりましたけど、ね、僕同じ経験しますから、ね、僕もうちの家族で僕だけ公園とか行かなくなる、打っておいでって打っていったら4日後になりましたからね。あれ要するにそのうわ、そういうことは専門的なこと分からんけど、うん、まあ、軽くかかったような状態に、だから息入れるわけでしょ、入れるわけなんですよね、うん、でそれが思ってる以上にそいつが発症してインフルエンザになってるみたいなことなのかな。どうなんでしょうね。僕一回もかかったことないんで、うん、なんかわからないですよね。かかったことない人は本当にもう免疫持ってるんだと思いますよ、僕は。ねえ、うん、ああ、インフルエンザの免疫をどっかで軽くかかって持っているみたいな、持ってる、そう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 、感じですかね。なんか仲良くできるようになっていいかな。どうもここ何年かんねんと風邪もひかへんし、インフルエンザかかったことねえし、なんか強いんかな僕ね。けどよう熱は出してますよ。最近けど熱出てへんすよね。そうやね。もう何年と出てないよ。出てないですよね。そうそうそう、あれも克服したんよ。ああ今日で終わりっていうふうに思わないようにしたい。あれな、今日乗り越えたら今年1年の仕事が全て終わって連休が始まるぞというふうにワクワクすると熱が出る。なんでワクワクしない作戦を立てたんだ。もうシャーッとさらっと休みに入って、あ、休みだったんだぐらいのね、なんかね、もうワクワクしないでおけば熱が出ないんじゃねえかなと思って、はいはい、ワクワクしない大作戦をするようになったら熱出へんになったんですよ。へえ、そうですね。もう聞か、最近社長が、あか、ちょっと熱出たっていうの聞かへんなと思ってですね。やっぱり病は気からっていうのと、まあそうですよ、ね、社長のやつはなんかこう病は気からとちょっと違うような気がするけどね。昔漫画でね、 僕、はい、僕が大好きだった一二の三四郎っていう漫画でね、あの大好きやったんです、あのくだらなさがね。だって骨折してんのに柔道の試合に出なくちゃいけないんですよ。でその時に監督が言うんですよ、お前にいい方法があるから教えたる、この腕は俺の腕じゃない攻撃でいけって。どんな攻撃よって、折れてる腕はお前の腕じゃないんだということを思い込めというね。そんな指導者おるかいなみたいな。それで勝つんですよね。三四郎が。
くだらん話だけど。いやいやいや、最初おもろかったですね。おもろかった、なるみページとかね、うがーしかうがーって分からんわ、分からんか、見てないですからね。見てみてください。うん、2部作あるから、まあ、あの一番最初のやつが面白いですね。中央部行くのが、もうくだらんくだらん。さくら、さくら金蔵でしたっけ、監督。ああ、そうそうそう、さくら金蔵でしたっけ、ね、誰やったかな、さくら金蔵やったんじゃない、なるみページと西上馬之助と、馬之助、そうそう馬之助とお好み焼きさんですよ。あと、あのこの、あのコーラの瓶を空手チョップで飛ばすのが上手な、あの少女漫画を描くのがうまい、トラキッチやったかな、あいついましたね。一人も分からない。得意はさ、コーラ瓶飛ばしてわけわからん。そう思うと今の漫画ってアニメってすごいメッセージ性も高いし、うんうん、なんかこう社会をなんか反映するみたいな意味のあるもんばっかりですよね。なんかこう仲間を大事にするなんかみたいなとか、こう家族を大切にするなんかみたいなとか、それとかその鬼とね、鬼に立ち向かいながらその得ていく心のなんかみたいなとか、なんか意味のあるもんばっかりですけど、今は、昔はほんまにくだらんかったですよね。くだらんかった。ほんまにくだらんかったですよ。うわ、その分かんないですけど、僕1、2の三四郎見てないんで何とも言えへんですけど、そこにもメッセージ秘められとったけど、社長とビリーさんのその学生の自分のアンテナが作用してなかったってわけじゃないですか。あ、メッセージ性あるのか、あるか、男は強くなきゃいけないっていうようなメッセージ性、時代のメッセージが込められとったとか。まあ、そういう意味ではもう考えたら巨人の星なんか、お父さんすぐ殴るしね、あんな強制ギブスまでつけられたりしてね、あれ今で言うたら単なる虐待ですよね、あれね。あんなにボコボコ殴られてね、あれ今やったらもう虐待やわ。虐待ですよね、虐待、虐待。これでお姉さんずっともう何も言えへんのね、あれなんかいつも影からこそそヒューマって見てますよね。そうそうそう、障子の陰で泣いてるだけやねん。もうジェンダー問題にも発展しますよこれね。そこからのメッセージは何を受け取ったんですか、社長らは。やっぱりそう、歯食いしばって頑張らなきゃいけないんだなみたいな、じゃないとすごい選手にはなれないんだなみたいなさ。あ、でもその巨人の星のすぐ後に、あのサムライジャイアンツっていう、はい、巨人の星がなんか正統派根性青春漫画みたいなやつに、はい、なんか被ってくる意味のないなんか野球漫画がね、あのバンババンっていうやつがあの主役でね、でキャッチャー八幡先輩って言って背番号100番でね、すごいよお前、魔法の球を投げるんですよね。分身魔球とか知ってる？知らんすよ。分身魔球ってあの硬い硬球を、はい、って言いながら手でブシャーって握りつぶすんやで。で、握りつぶしてから投げると、はい、ビュー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 、いくつもたくさんの球が飛んでくるように、はい、球が分身分かれるわけ。はいはいはい、これで打てないっていうやつだね。残像が残るっていうイメージですよね。そんなんあったと思ったら、今度ハイジャンプ魔球ってあってね、一回振りかぶってから、はい、すっとマウンドで腰を落とすねん。膝を折ってね。うん、はい。ほんで、そっからビョーンってめっちゃね、7メーターぐらい飛ぶんや。で、そこから、ものすごい角度で投げてくるハイジャンプ魔球に、この合わせられないよね。ほんで、中日の海宝満作っていうのがね、バットと手をタオルでくくって、うん、そんで、カーンってから、カキーンみたいな、打ち返されたりね。そうそうそう、なんかあの、13番つけてる、ヤクルトのウルフチーフっていうね、こうバットを上で回しながら、よう覚えてるな、俺。よう覚えとるっすね、そんなに。ほんで、ハイジャンプ魔球は上から来るやん。はい、で、分身魔球は握りつぶしていくつかに見えるやん。はいはい、で、その後な、大回転魔球っていうのがあるね。大回転魔球はな、ただのカーブやないですか。違う、違う、違う。振りかぶって投げる前に、はい、あの、マウンドのプレートの上でバンババンかな、ブッブッって回るねん、こうやって。コマみたいに。コマみたいに。クーって回りながらいつ投げてくるかわからないっていうやつやん。
あれ絶対にはボークやけどね。ボークけど、最後の最後、もう漫画が随分進んできて、最後の最後にそうやってさ、大砲満作にね、そのハイジャンプ魔球も打ち返されたり、そのいろんなね、なんかこう、ライバルたちに、それを克服されてきて、最後の最後の、この試合に勝たねばっていう、もうめっちゃ大事な試合が来た時、バン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 、最後の魔球を投げるね。ねと思う。あのマウンドの上で、その膝を落として一遍ハイジャンプ魔球のように上に上がるんよ、はい、上に上がりながらまさか握りつぶしてんねん、握りつぶしながら上に上がって大回転しながらどこから投げてくるかわからない分身魔球がえらい高い角度から来るという、もうこの時に漫画でね表現されてた玉の数200個ぐらいあるみたいな、どの玉が本物なんだみたいなのが上から来るみたいな、それでバンバンバンが勝つみたいなで八幡先輩が受けられへんから体で止めるという、ですごい玉投げすぎてバンバンバン気を失うみたいなね、なんかわけわからん漫画やったあれは先がそこやったんですね。メッセージはないと思う。何もないと思うよ。いや、創造性を豊かに日本の未来をみたいな、そんなのは隠されてなかったですかね。すごい。でもあの痛快さが僕好きやったんですよ。ズンタタタズンタタでダイヤモンドを積んざいて白い稲妻を走るとか、いやいやとバッターキャッチャーぶっ飛んでとか言ってコーチが、ね、出身やからね。あ、コーチ出身なんですか、ね、そうバンババンは。あ、バンババンコーチ出身やったんですか、ね、え、バンババンは主人公の名前です。名前バンババンっていう名前、バン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 っていう名前ですね。そう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 、お父さんがクジラの漁師やったんほう、すごいな、その背景の情報がすごいね背景の情報もすごいですよ、高校野球の本庄さんみたいななんでそんなん知ってんのみたいな、記憶力は社長いいからな、うん、だってあれは僕らが小学校 4,5 年生の時ですから、文ちゃんはまだ1年生か、そうそう、低学年やったやつ、うん、みんなジャンプするけどハイジャンプだけどちょいジャンプジャンプちょいジャンプしかできないしジャンプして投げることがまずできませんで、分身魔球投げたいから言ってあのあのやらまり軟式 の, あのテニスボールでギューってやったらパーンってそう、あれをギューってしたらほんまに分身魔球になるんちゃうかとか、ね、なりますよね。一度は必殺技って実験してやってみようとしますもんね、子供らってね。懐かしいな。何からこんな話になったんですか。一二の三四郎。一二の三四郎。紅茶の話から、ね。紅茶の話。紅茶の話から行き着く先というか落ち着いた先はバンバンバンの流れですね。はい、だけど本当その長崎大学のこれ非常に興味が、なんかもっと全国放送で。こんなニュースこそね、全国放送で希望を届けてほしいですよね。なんか誰かがパーティーに出とったとかどうとか、もういいやろ、もうそんなくだらん話はもうみたいなね。思いますわ。でも今、ほんまに菅さんも大変ですね。これは国会なんかもずっと同じこと読んでるばっかりやったもんね、ずっと。今回の僕の田舎のキャンプ場の話じゃないけど、もし仮に菅さんがもうすいませんお手上げなんですと、もう国家予算もなくなってきたし、もう皆さんに休業要請も緊急事態宣言ももう全部下ろしますわと、自己判断でもうお願いしますと、で人が亡くなってももうこれ以上のこと国できないし、やったところで聞いてもらえないからもうやらないってなったら、いっぺんにみんな自粛するんちゃいます、あペンに自粛してみんな本気で自分の行動を考えるようになるんちゃうかな、ね、それが一番のリーダーシップの特効薬かもしれんなと思いますね。それはありますね。僕やっぱつい真逆ばっか考えるんで極端やけど、そうなったらみんなどう反応するのかなみたいな、うん、自己責任でね、うん、ね、はい、そんなことでお届けしました。中村文明とボリーとビリーでございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。瞳に映る僕ら、僕らの瞳に映る